はい、皆さんこんにちは。今日もね、世界5000万人、国内4200万人突破記念、応募消費ゼロの限定ガチャやっていきたいと思います。今日が最終日です。はい。ということで、ただね、9日目のやつを、ちょっと動画撮りそびれて、てか、その今まさに、何時だっけ ?0 時4分なんだけど、ギリギリになっちゃって、もう動画撮る時間がなくなって、普通に引いちゃったんだけど、まあ、結果だけちょっとまあ紹介すると、こう。テターンということでね。はい。なんもなかった。はい。で、まあ一応ね、このベルフェゴーラ確保してるんで、まあ、今回、現状1体は一応今出てるっていう感じね。はい。星5、6はね。で、これが最後の1回ということでね。まあどうでしょうかね。さすがに2はないかね。この星5、6、2体はね。どうかな。けどもうね、プロメアもこれ入ってるしね。公開記念コラボガチャね。プロメアってなんか見に行った後になんかまたじわじわもう一回見に行きたくなる感じなんだよな。まあ多分もう一回行くわ、俺。はい、じゃあ行きまーす。なんかコメントになんか綿摘み出ましたよっていう人もいたし、やっぱ夢あるね。さーて、ラスト1回、なんか怒らんのかい。GO! ぐら。ピノキオーということでね、イラストもぬるっとね、終わりましたけどもね。じゃあまあ最後にというかまあ、まあ、せっかくだからこのね、プロメア公開記念コラボガチャの話しようと思うけど、多分ね、まあ、オーブ結構今また俺残ってるから、引くわ。多分結構、一通りは欲しいねって思う。けど、まあ、とりあえず、このプロ玉の40回はまあ、あるわけじゃん。だからそこでなんかまあ、出ないかね。なんか40どうかな。まあまあまあ普段大体でもまあみんなどれぐらいでやるんだろうね。40回最初にあるって考えたらさ、結構なんか楽なイメージだけど、どうなんだろうね。100回とかやってさ、まあ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 って感じの、まあ下振れしたら結構あれなのかな。俺ね、なんだかんだね、結構俺ガロ好きなんだよね。プロメア見た後、まあそのシモン&カミナとかね、リュウコ&センケツとかあるけど、ちょなんだかんだね、ガロ好きになっちゃったな。そう、まあもちろんね、いいんだけどね、他のもね。でも結構降臨キャラがさ豊富なのもあってさ、まあ、割とガチャ仮にそのね、あんま出なかったとしても、まあある程度楽しめるみたいな作りになってるような気はするんだけど、そうだ、でも楽しみだな。なんかな、俺マジグレンラガンのさ、あのSS とか俺スパラボかと思ったわマジで気合入りすぎだろあんなの、はい、まあ、そんなね、感じでね、はあ、楽しみですけどもね。なんか全体的に結構なんか SS 強い気がする。ちょっとその、アビリティがどうとかこうとかっていうのはちょっとあんまわからんけど、まあね、グレンラガン、あのインボリッドスピアとかついてるし、まあ強いんだけど、そう、まあちょっとまあ始まってからかなっていうところはありますよね。はい、あ。まあ、楽しんでいこう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。